ういう具合にアコギじゃなくてエレキでこうボリュームがついてるからこそできる技やね。こいつはね、はい、アンプモデリングを使ってるんじゃなくて、はい、あのエクストリームディストーション、ね、はい、まあ、泉の、ペダルですね、うん、ディストーションペダルを使って、そいつを使って、はい、で、EQ でグラフィックイコライザーでがっつり低キーを持ち上げてあげて、はい、で太い音にしてる感じだね、はい、ディレイを加えた、で完璧クリーン音にした。チューブブースター、これがまたね、ええ感じにこう、やっぱ真空管の音なんよね。すごくこう、硬く感じた時とかにはあのグローバルなエフェクターとしてちょっと最終的にアンプのトーンを調節するぐらいな太さを調節するっていうところまでね、追い込めるんで、これもね、積極的にあのタイムしてください。男前寄りな使い方をずっと披露してきたんですけど、変態がね、たくさん入っててね、すごく面白いなっていうか、聞いてみたいでしょ。言ってみんね、ボマーってね、エフェクターなんだけど、僕はあのミントミンって言ったらソロバンドやってるんだけど、そこで大活躍したのがこのワープフェーズ、時は G3 を使ってとかってこう分けててね、で、SMC もあれか G3 だったのか分けてて、割とね、そのエフェクターを変える作業、エフェクターボードのエフェクターを変える作業がめんどくさかったりしたんですが、この2つが来てからはもう入れ替えなくて済むようになって、すごいね、時間が節約になってすごい楽になりました。
シェーカーでは、クリーンのサウンドをこのブルーの紺色の方の100で出してて、100BT ですね、はい、で、チッカーの銀色の50で、ですね、いろいろこう飛び道具を出してるんですが、ミンツではそれが逆やね、銀色の方がそういう普天八分のディレイとかね、そういうのを専門に使ってて、このラインセレクターっていうのがね、割と便利なエフェクターで、後につないだやつのオンオフが一斉にできるっていうやつで、だからこれ僕はこの普通の歪みのの後にディレイと EQ を使ってソロ用の音色にしてんだよね。だからこれを踏むだけでこういう具合に瞬時でできるから、僕ソロはねすごく甘い音が好きで甘々な感じにしたいんで、そういう時にはこうトーンを割と絞ったオーバードライブを足してあげて、アンプを少しいじめので、音を甘くしのサスティンも出しのみたいな感じで使ってます。